岩田清は、日本のジャーナリスト、学校法人学習院フェロー、BS-11、報道ライブインサイドアウトメインキャスター。かつては、読売テレビ放送報道局特別解説委員、元同局アナウンサー。大阪大学人間科学部、立命館大学産業社会学部非常勤講師、21世紀林調運営委員、学習院大学法学部特別客員教授を、務めた。 北海道旭川市生まれ、1974年学習院大学法学部卒業後、読売テレビにアナウンサーとして入社。学習院大学法学部の一期後輩には、フジテレビ報道局解説員の和田圭がいる。アナウンサーから報道記者に転身後、グリコ、森長事件や日本航空123便墜落事故など、国内の数々の重要事件、事故を担当。 その後、1986年10月対航空機爆発事件取材でマニラに派遣され、その後、三井物産マニラ支店長誘拐事件を取材。それがきっかけで1987年に NNN マニラ初代支局長となる。1989年6月の中国天安門事件の現場を取材。帰国後、北朝鮮、平壌からの3日連続性中継を、 初めて実現させるなど、様々な事件現場で記者として活動する。1992年からは、桂文鎮出会の土曜の同社制作情報番組、ウェイクアップ。に、解説委員として、レギュラー出演。情報ライブミヤネアや、かつての部下である、辛抱二郎を起用しリニューアルされた、ウェイクアップ。プラスの解説、コメンテーターとして出演し、東京、 大阪往復の日々を送っていた。また、辛抱の休暇及び海外取材等での不在維持の代理として、ズームイン。スーパーにも出演することもあった。2007年9月までは、日本テレビとの共同制作番組、ザワイドにも出演していた。定年を迎えた、翌月の2009年7月以降も、解説委員を務める。2015年3月末に退職し、 2015年4月より学習院大学法学部の特別客員教授に就任。2018年4月2日、リニューアルされた BS11 報道ライブインサイドアウトにサブキャスターの川口、マリナと共にメインキャスターに着任。月曜日木曜日担当。2019年4月、学校法人学習院フェローに転席。 客員教授時代からの500名の大教室での授業は引き続き担当。現在は一般社団法人青年海外協力隊、プラザ、大阪名誉会員、一般社団法人協力隊を育てる会理事。父親が北海道警察の所長で転勤が多く、美不課町や本別町、微幌町、森町で暮らしたこともある。 北海道美幌高等学校に在籍していたが、高3の8月になって、森町に転居して転校する羽目になったという、大学時代にはフェンシングをしていた。1985年に発生した日本航空123便墜落事故での現場取材経験を、とある演説場で映画監督の原田雅人に語ったことがきっかけで、同事故を取り上げた原田の監督映画。 クライマーズハイの出演者にも同様に語ることとなったことから同映画では取材協力として岩田の名がクレジットされた。NNN マニラ支局長時代に初めて青年海外協力隊員を大使館にて紹介される。その折、中フィリピン公式権マニラ総領事として着任していたのが青木森久で、青木は帰国後国際協力事業団青年海外。 協力隊事務局長となる。その後、特に途上国での取材の折には、青年海外協力隊の活動現場も積極的に視察。ペルー日本大使公邸人質事件では二度現地へ飛び、解放後最初の青木森久の単独インタビューを行った。2008年2月17日の東京マラソンに、ウェイクアップ、プラスの企画として参加し、 6時間26分44秒で完走したザウの名は生涯一記者。ありがとうございます。